皆さんこんにちは、ベジマイです。今回第162回目ということで、今回はバイシクルのスターライトのご紹介でございます。神秘的なトランプでございます。ということで、Here we go。 くるりん、はい、ということで近くで見ていきましょう、ね、かなり神秘的なトランプでございます。宇宙って感じね、はい、で、バイシクルのスターライトですね。箱がかなり派手でございます。エアクッションフィニッシュね、はい、こんな感じでレインボーですね、だいぶ、はい、で、KY 製でございますね。おしゃれなスペードがいらっしゃる。で、シールも同じスペードのきらびやかな感じのスペードですね。では、オープン、はい、で、ここのところもね、キラ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 というか虹色というか、はい、はい、まずですね、1枚広告カードが入ってて、はい、これはブランク、まあ一応このトランプで言うとブランクになるのかな。でも背景がね、ちゃんとあるっていう、ここちょっとこじゃれてますね。はい、で、スペードのエースはこんな感じです。まあ、コスモですね。はい、で、スペードこんな感じで、で、ダイヤがこんな感じ、いい感じでございます、宇宙って感じで、絵札はこんな感じです。はい、で、ハートこんな感じね、結構かわいい。で、ジョーカーで、クラブはこんな感じです。結構派手に見えますね。あ、これ、あ、こっち逆ですね。はい、ハート大きいですね、スペードが、ね、スペードとハートとダイヤのエースは、まあ、普通か、何言ってんだ、普通にエースはでかいという感じですね。ヒュイヒュイヒュイ、はい、クラブも大きいですね。でジョーカーもう1枚入ってって、で、ダイヤ、ダイヤすごい宇宙って感じがしますね。はい、まあ、こんな感じでございます。で、ジョーカーは2枚あって、はい、よく見ると違うっていうね、まあ、マークとかデザインは一緒なんですけど、色が反転してるっていう感じのジョーカーでございます。はい、表はこんな感じです。はい、続いては裏です。ほら、コスモですね。まあ、箱と同じなんですけれども、まあ、だいぶ宇宙をかたどったトランプでございまして、だいぶ賑やかな柄ですね。はい、まあ、マジック用には向いてないですね。エッジも全部宇宙なのでね、裏返したらだいぶ目立っちゃいます。まあ、こういうトランプはね、マジックには使う人いないと思いますけれども、ね、こんな感じで派手です。おー、吸い込まれそうだ。はい、こんな感じの裏です。一応広げときますね。なんかミリオンカードとかにね、使えそうな気もしますね。シャキーン、ちょば。はい、で、質なんですけれども、だいぶ固めにできてます。まあ、あとは開けたてなのでスベスベなんですけれども、まあでも個人的には結構好きな質でございます。まあ、固めが好きっていうのもあるんですけれども、ただ今のところはちょっと滑りすぎなのでフラリッシュとかやりづらいですけれども、使い慣れていくと結構良さげな感じは。ほら、褒めるとなぜ落ちるんだろう。まあいいや、ね、あとはすごい綺麗ですね。まあ、あとこういう柄なのでジャイアントファンとかはすごく映えますね。おお、すごい宇宙って感じでございます。はい、こんな感じでございます。あ、逆だった。はい、いいですね。なかなかないデザインなので、結構ディスプレイとかね、ファンには結構向いてるトランプかもしれないです。おお、面白い。ガブガブ、こんな感じです。まあ、こういう柄はファン系だったりとか、まあ、こういう系ですね。ほんとディスプレイ系のものには結構いいかなっていう感じ。あ、でも、まあ、分かりづらいな。これはあんまり向いてないかもしれない。一本だけのせか。はい。チュピ。まあ、カット系はそんなに入るっていうトランプではないですけれども。まあ、でも、いいんじゃないですか。ちょっと投げやりだな。神秘です。はい、ということで今回はスターライト
のご紹介でございました。まあ、さって気づいたんですけど、固めプラス開けたてのすべすべはだいぶこれ用がやりやすいなと思いました。ただすべすべではなくて固めのトランプでやるとなんかすごく伸びるような気がします。気がするだけかもしれないですけど、まあ、すごいやりやすいですね。まあ、どれでいいか入って、まあ、1個1000円以上するトランプで、まあ、参考堂さんとかには売ってるんですけども、まあ、トランプのマジックには使えないかな、トランプのマジックには使えないかなと思うんですけれども、まあ、こういう派手めなものが好きな方にはいいかもしれないですね。ということで今回はスターライトのご紹介でございました。鉄板する方向によっても若干色も変わって面白いリクです。はい、ということでバイバイ。おーやりやすいね。スプリングがうるさいね。課題からバイバイです。ピンYeah.